こんにちは、ミカです。来てくれてありがとう。イエーイ。このチャンネルではメンタルヘルスについてカジュアルなトークをお届けしています。今日はご機嫌でいる方法ということで、心の健康を保つために欠かせないチェックリストをシェアしたいと思います。毎日いい感じに過ごすために自分用に作ったチェックリストっていうのがあるんですけど、それを今日紹介します。で、なんか不調だなとか、ちょっと気分の落ち込みあるなっていう時は、このチェックリスト見て足りないところがあったらそれをやってみるっていう感じでセルフケアしてみてます。今日はもう誰も知らない知識をご提供しますっていうよりかは、こういうチェックリストを持ってたら自分がご機嫌で過ごしやすいんじゃないかなっていうシェアの動画です。それでは早速スタート。はい、まず一つ目は日光です。日光を浴びること、多分これもうみんな知ってるみたいな感じだと思うんだけど、日光を浴びると幸せホルモンって言われるセロトニンとかビタミン D って言われるものが体の中で作られるんだって。で、それが結構心の安定とかにもつながってるらしくって、私の経験上だと外を歩くの嫌だっていう人は自転車で外に出て日の光浴びるだけでもなんか結構違うなって思ったので、自分のライフスタイルに合わせて日の光を浴びるっていうのはやってみるといいかも。2個目は食べること。食べるとは生きること、本当にそうで、このなんでチェックリストに入れたかっていうと、過去にホルモンバランスがちょっと崩れちゃって、風邪とかではないんだけど調子が悪いみたいな時があって、その時にお腹空いてないけどなんかご飯食べようと思って食べた時があったの。そしたらご飯食べると調子が少し楽になって、なんか調子がいい感じっていう時があったので、風邪ではないけどなんか調子が悪いかもっていう時は食事をすることを選択肢に入れてます。で、3つ目は香りでリフレッシュする人多いと思うんですけど、それです個人的には知り合いの方からいただいたアロマがあって、その匂いを嗅いでなんかリラックスしてます。自分に合う香りに出会うと、多分この本当に香り嗅いだだけでこの肩周りとかがすごくリラックスして緊張感が和らぎますので、香りめっちゃおすすめです。なんかハンドクリームでこう香り嗅いでリフレッシュするっていう人も結構見るんだけど、それと一緒でリラックスする香りとなんか頑張れる香りみたいなので、なんか分けてみるのも楽しいよね。次は4つ目は深呼吸と瞑想です。これは前回の動画でも私なりのやり方をシェアしてるので、よかったら見てみてください。朝起きたら深呼吸、もう何かあれば深呼吸、もう何もなくても深呼吸って感じで意識的に呼吸してます。次、5個目は人と話す。おー、私人と話すの大好きコロナ禍とかを経て、まあ、人と話せなくってめっちゃなんかしんどいなって思った人も多分多かったりすると思うんですけど、だからこそオンラインでいろんなことが今で
できるようになったり、実際に人とも会えるようになったし、今は本当に人とのつながりをどんな形でも途切れさせないようにしてます。 6. 笑う。なんか笑ってたらどうにでもなるみたいな感じで、これは笑うは人と話すとはまだちょっと違くって、人と話したいけどそれがちょっと難しい時もあるじゃない。だから人と話したいけどそれができないっていう時は、お気に入りの動画とか、あとラジオ、深夜ラジオとかすごく好きなんだけど、そういう自分に笑いを与えてくれるようなものを見たり聞いたりして、なんか爆笑して生きるエネルギーなんか生成してるっていう感じです。 YouTube とかありがとうって感じだよね。次、7個目は運動。ちょっとストレッチをしたりとか、こまめに動いてみたり、本当にちょっとしたことでも体には変化が起こるから、とにかく体が凝らないように固まらないようにすることが大事かなというふうに思ってます。だからそういう自分にとってハードルの低いところから取り入れてみるのもめっちゃあり。最後、8個目、放っておくこれ最後、これ意外と大事だと思うの。放っておく。なんか具体的にめっちゃ嫌なことがあったみたいな時って、逆にそれ気になりすぎて、ちょっとフォーカスしすぎてないみたいな風に思うので、そこの嫌なところに集中しすぎちゃって、周りにあるいいことにこう気づきにくくなってるのかなっていう風に感じてて、確かに考えてることはすごく自分の人生にとって重要なことだったりもするんだと思うけど、時にはその物事からちょっと離れて心を落ち着かせるっていうのも一つの方法かなというふうに思って、これもチェックリストに入れています。はい、今日はご機嫌でいるためのチェックリストをシェアしました。最後にもう一度言いたいのは、今回の動画で伝えたかったのは、もう誰も知らない知識をお知らせしますっていうわけではなくって、自分用に作ったチェックリストとかを持っておくと毎日がより心地よく過ごせるんじゃないかなっていうシェアでした。伝われ。みんなのご機嫌な時間につながれば嬉しいです。感想やまたあなたのチェックリストがあればコメント欄で教えてください。とても励みになります。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。途中まで見てくれた人もありがとう。あなたにとって今日が心地よく過ごせますように、そして明日を心地よく迎えられますように。また動画でお会いしましょう。バイバーイ。持ってると毎日心地よく過ごしやすくなるんじゃないかなっていうシェアでした。もう ここめっちゃうまく言えない。もうあと一息なのに